丸ごと府中キャスターの山崎彩です。今回はこの季節に発生する恐れのある水害時における避難についてご紹介いたします。最後までぜひご覧ください。トップリーグのチームが2つもある全国でも珍しい町だからこそ、ラグビーを中心にしてスクラムを組んでいきたい。ラグビーが盛り上がれば府中の町も人も元気になる。ラグビーの力を府中の力に。水害時の対策について防災危機管理課の杉田さんにお話を伺います。杉田さん、よろしくお願いします。お願いします。先月の梅雨の大雨で熊本県や山形県を中心に河川の氾濫が相次いで発生し、多くの方が被災されました。最近そういった災害というのが多くなってますよね。はい、この数年を振り返ると、毎年のように全国で河川の氾濫や土砂災害が発生しています。昨年10月に発生した台風19号は大型で強い勢力を保ったまま関東地方を通過し、府中市内では24時間に降った雨の総雨量が298ミリを記録したのですが、これは気象庁が1976年に観測を開始して以来、歴代1位の降雨量になりました。それだけすごい台風だったわけですよね。その台風19号の時の府中市の対応というのはどうだったんでしょうか。市内の私立小中学校をはじめ、民間の施設を含め37箇所を避難所として開設し、多くの市民の皆様が避難をしました。でも37箇所も開設されたんですね。全ての避難所に職員の皆さんが派遣されたというわけですね。はい、当日は多くの職員が参集をして避難所の開設を行いましたが、今回のような大規模な避難所の開設は過去に行ったことがなかったために、多くの問題が発生をしてしまいました。ただ一方で、その分解決すべき課題がはっきりと確認することができました。国の方でもハード対策として多摩川の治水に力を入れています。郷土の森公園付近にある大丸用水石の改築が計画されています。ただ万が一に備えて避難を行う心構えは持っておく必要があります。多摩川沿いの土手から中央防災センターに移動してまいりました。引き続き台風19号から見えてきた課題について伺いたいと思います。具体的にどのような課題が確認されたんでしょうか。一つ目としては、昨年の台風19号では最終的に37箇所の避難所を開設しましたが、避難した多くの市民が自宅から近い同じ避難所に行ってしまったため、特定の避難所がすぐにいっぱいになってしまったことです。このことから、より多くの避難者を避難所で受け入れるためには、すべての避難所にまんべんなく避難していただく仕組みを作っていくことが必要になります。2つ目としては、高齢者などいわゆる要配慮者の多くが徒歩による移動は困難と感じて避難を諦めたり、中には近くの避難所までは避難したけども避難所がいっぱいで次の避難所を案内されたことから、やむなく自宅に引き返したりした人もいました。また犬や猫などのペットを飼っている方は、ペットを連れて避難できる避難所がないと考えて避難を諦めるケースが多数ありました。これらのことから、どのような状況にある方でも避難しやすい環境や仕組みを
整えることが必要となりました。府中市では今後どのような台風対策を行っていくんでしょうか。今お話しした課題を整理して、本市における風水害時の防災体制や仕組みを見直しました。この取り組みを掲載した防災情報誌自主防災府中第5号を市内全校に配布しています。こちらになりますね。でこちらを広げたものがこちらになる、はい、はい。まず一面では昨年の台風19号を受け市の防災体制を強化したことをお知らせしています。2面、3面は大きく見開きで多摩川の洪水避難マップを紹介しています。こちらには避難所の所在地や避難所の活用方法を確認することができます。4面では水害に備えて市民の皆様に備えていただきたいことなどが掲載されています。避難所の種類について詳しく教えていただけますか。まずより多くの市民の方に避難所に避難していただけるよう市が指定する避難所の利用方法を定めました。一つ目に浸水想定区域から近い避難所については徒歩による避難者の専用避難所としました。二つ目に避難の距離が長くなる遠方の避難所については車での避難ができるようにしました。これにより徒歩による避難者と車で避難する方の避難先を大きく分けることができます。3つ目にバリアフリーが整っている施設を要配慮者と付き添いの方が一緒に避難できる避難所として各文化センターなどの施設を設定しました。4つ目に私立小中学校と文化センターに限りますがペットと飼い主が同室で一緒に避難できる避難所を設定しました。5つ目に電車やバスなどが運休する前にそれらの公共交通機関を利用して避難が行えるよう自主避難所を開設するタイミングを早めることとしました。また合わせて自主避難所の数も増やしました。最後に自主避難所をはじめ多くの避難所の早期開設を実現するため職員の非常参集体制や災害対策本部の運営についても大きく見直しを行いました。4面にはどのようなことが記載されているんでしょうか。はい、まずはじめに市民の皆さん一人一人に自分や家族が安心して避難できる場所がどこなのか考えていただくことをお願いしています。新型コロナウイルス感染症対策として避難所では密を避けるために収容する人数を制限する必要があるため市が用意する避難所だけではとても足りません。知人や親戚の家、ホテルや旅館など避難先を市民全員で確保していただきいち早く安全な場所に移動できるようにしていただきたいと思います。また避難の際に必ず持ち出していただきたい非常持ち出し品などについてもぜひご確認ください。風水害時の避難は雨が降っていることが想定されます。服が濡れたままではせっかく避難をしても避難先で体調を崩しかねませんので着替えやタオルは必ず用意してください。そうですよね。もうこう濡れたままでは風邪ひいてしまいますよね。食料なんですが、その食べ物っていうのは避難所に用意されているんでしょうか。避難勧告などの発令による避難は危険が想定される場所からの一時的な避難となりますので避難生活が中長期にならない場合は避難所での食料や飲料水の提供を行いません。軽食や飲料水はご自身で必ずご持参ください。風水害時の避難時の服装や持ち出し品の詳細については自主防災府中第4号にも詳しく掲載していますので
第5号と合わせて読み返していただくとよりご理解いただけると思います。今日お話しした避難所に関する情報や避難勧告などの避難情報がテレビの D ボタンで確認することができます。また府中市メール配信サービスや府中市公式ツイッターなどでも同じ情報を流しますので見てください。防災行政無線からも情報が放送されることがあります。もし放送内容が聞こえなかった場合でも、放送した内容はご自宅の電話からフリーダイヤル0800-8000-606で聞くことができるので確認しておきましょう。皆さん日頃から備えを万全にしておきましょう。杉田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いてその他の府中市からのお知らせです。府中駅南口ペデストリアンデッキに設置する予定のモニュメントの設置費用への支援を募集します。市では府中を活動拠点とする東芝ブレイブルーパスとサントリーサンゴリアスなどと共同して、昨年のラグビーワールドカップ2019で見せたラグビーの盛り上がりを継続するとともに、ラグビーを通した地域活性化を推進するため、令和2年11月、府中駅南口ペデストリアンデッキにラグビーの街府中を象徴するモニュメントを設置する予定です。このモニュメントを設置するための支援金を目標額200万円としてクラウドファンディングの仕組みを活用して募集します。市のホームページを確認いただいた上で、専用サイトふるさとチョイスで手続きをお願いいたします。なお1万円以上の支援をいただいた方にはモニュメントに設置する名板に氏名を掲示します。皆様からのご支援をお願いいたします。東京都シルバーパスの更新手続きに関するご案内です。東京都では都内在住の70歳以上の方を対象に、都営交通および都内の民営バスに何度も乗車いただける東京都シルバーパスを販売しています。購入時期にかかわらず有効期限は9月30日で、最長で1年間ご利用いただけます。購入金額は住民税非課税などの方は1000円、それ以外の方は2万510円です。例年シルバーパスをお持ちの方に10月1日以降も引き続きご利用いただくための更新手続きを会場で対面により行っていましたが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送方法に変更します。東京バス協会から送付される負担振込表により、9月10日までにコンビニエンスストアで支払っていただき、入金後2週間程度で10月1日からご利用いただけるシルバーパスが送付されます。なお負担振込表は現在お持ちのシルバーパスを購入した際の価格と同額のものをお送りしていますので、昨年と比べて年間所得金額が変わり購入金額が変わっている場合があります。昨年と比べて年間所得金額が変わった場合や、今年の8月9月に新規取得した方は常設窓口での更新手続きが必要になりますので、東京バス協会シルバーパス専用電話にお問い合わせください。詳しくは東京バス協会から送付された更新手続きのご案内をご確認ください。今回のまるごと府中はこの辺で失礼させていただきます。次回もぜひご覧ください。さようなら。